せーの、こんばんは、熊本ふみです。はい、皆さん楽しんでますか？1曲目としてアカペラを1曲、お届けしましたけれども、もう1曲、僕らが大好きな、グループの、歌をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。そうさ、僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。ばっかり、そうですね、ね、はい、分かってきましたけれども、はい、次の曲は、はい、もともと皆さんを楽しめるような、はい、曲を用意してきましたが、はい、その曲を歌う前に、はい、僕たち子供から、お知らせが、はい、何個かございまして、はい、まず、僕たち子供の紹介を、ちょっとすると、僕たちはもともと6人組の、グループでございまして、今1人のメンバーが、また、軍隊にいてから、まだ帰ってきてない状態で、ね、もうすぐ来年状態しますもんね。はい、来年の1月状態して、子供の完全体になってからの、初めてのアルバムが、来年の3月に、発売します。はい、ありがとうございます。はい、僕たち子供今日本で、活動し続けてるのは今5年目、6年目くらいなんですけれども、今まで出したいろんな曲の中で、いい曲だけ選んで、ベストアルバム、今回の3月発売しますので、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。チェックしてください。はい、皆さん休みましたよね。はい、ですね、はい、もう一個のこのお知らせがございまして、そうですね、すいません、今皆さんね、ここにこんなにたくさんの方、来てくれましたけれども、来年ですね、3月20日ですかね。そうです、はい、はい、3月20日、僕たちコードウェイが、ここ、東京トイスペットでワンランワンマンライブを行います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、また来年の3月、6日になって、もともと頑張って発送し続けますんで、来年からぜひ僕たちの子供の応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今この会場に、集まってくださった皆さんがそのまま集まってくださると、はい、いいですね。嬉しいですね。です、信じてます。はい、予定があったとしても無理やりに、はい、来てください。来てください。はい、次の曲歌いたいと思いますけれども、皆さん痩せましたよね。十分皆さんと一緒に盛り上がるステージ作っていきたいと思います。皆さん、チャンネルください。イエーイ、やっていきましょう。やっていきましょう。やっていきましょう。I'm gonna make you mine.